ちました。左に持っていった。レフトが前に出る。切りました。ファウル。抜けていれば同点かというところでした。打ちました。これはどうだ。ショートうまくさばいて二塁フォースアウト。ダブルプレイ。チェンジです。しかしこの回得点が入りました。この回ドラゴンズ追い上げて点差を縮めています。5回終わって5対3、カープがリードしています。緊迫感のある中での登板となりました。名古屋ドームからお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。7番から始まるカープの攻撃です。バッターは7番堂林。今日の先発ピッチャーはすでにマウンドを降りています。まずは見送りました。一塁送球アウト。ワンアウトです。ここで監督動きました。代打を送るようです。バッター広瀬。西さん、この場面いかがご覧になりますか。まあ、そうですね、まあ、ここはね結果を出してもらいたいですね。背番号26、マウンドは中継ぎのマドリガル。際どいコースですが外れました。ワンボールです。高め打ちました。一気にセンターへ。この一振りでしっかり結果を残しました。ここで監督動きました。代打を送るようです。バッター相澤。西さん、この場面いかがご覧になりますか。まあ、そうですね、まあ、ここはね結果を出してもらいたいですね。そうですね、バントも十分考えられますね。まずは見送ります。ワンボール。アウトコースへいい球が来ました。ストライク。ワンボールツーストライクです。打った。レフトに強い打球。レフト下がっていく、下がっていく。フェンスダイレクト。ツーベースヒット。チャンスを広げていきます。ワンアウト三塁二塁です。チャンスが広がりました。打順はトップに帰ってルイス。ヒットでランナーは三塁二塁に変わっています。これは外れています。思わずバットが出たような形です。ここは力勝負を挑んでくるか。やはり落としてきましたが、ここはバッターよく見ました。これで平行カウント。フォークボールで勝負に出ましたが、バッターよく見ました。できれば今のボールで決めておきたかったんですけどね。
空振り三振、ランナー返すことができませんでした。追加点のチャンスではありますが三振でツーアウトになりました。打席には2番バッター菊池、前の打席ではツーベースヒットを放っています。マウンドは中継ぎのマドリガル。まず際どいコースから入りました。外の低めにバットが出ます。すぐに追い込みました。三振、タイムリーとはいきませんでした。攻めきれませんでした。追加点とはなりませんでした。ランナー出ましたがカープ得点はありませんでした。6回の表終わって5対3、カープ無得点です。ここで各バッターは好投手を迎え撃つという場面を迎えました。6回の裏、7番から始まるドラゴンズの攻撃です。打席には7番バッター谷繁、今日はまだヒットがありません。まずは出塁してチャンスを作っていきたいところ。まずは見送ります。ワンボール。インコース見送っています。ボール、高めの変化球は見送ります。ボールが3つになります。外れました。先頭バッターを歩かせます。ノーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。バッターボックス井端。マウンドは中継ぎの今井。送ります。ピッチャーが取る。二塁送球、背が残ってフォースアウト。送りバント失敗。ここで代打です。バッター谷。西さん、この場面いかがご覧になりますか？まあここはね、しっかり守りたいですよ。ランナー送りバント失敗で進めることができませんでした。力強いボールです。落としてきました。ストライクを先行させていきます。追い込みました。外へのスライダー、ここは見極めています。打ちました。セカンド送球、二塁アウト。ツーアウトランナー一塁と変わります。バッターボックスは1番大島。今日はまだヒットがありません。マウンドは中継ぎの今井。気合の投球を見せます。
インコースの変化球見ています。低めの変化球空振り。チェンジアップを見極めます。スリーボールになりました。これでフルカウント、ランナーは自動的にスタートを切ります。まあもう腕をしっかり振って勝負するしかないでしょうね。ここでフォアボールを与えました。2アウトながら1塁2塁、1塁ランナーも帰れば同点となります。得点圏にランナーを置いています、ドラゴンズです。まずは見送ります。ワンボール。打ちました。これはどうだ。掴んで3アウト。無失点で反撃を許しませんでした。このチャンスは生かせませんでした。ランナー出ましたがドラゴンズ得点ありませんでした。6回終了、5対3、ドラゴンズは0点に終わっています。接戦の中でのリリーフ登板です。7回の表、カープ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。3番バッター丸、今日は打点が1つあります。小宮山さん、ここから終盤です。両チームのピッチャー陣には踏ん張ってもらいたいところですよね。まあ、そうですね、しのぎ合いになりますので、とにかく無駄な失点をしないようにということですよね。本当にそうですよね。フォークボールを見極めました。いいところに決まります。ワンボールツーストライクです。アウトコース打ちました。サード飛びつく。追加点のランナーノーアウトから塁に出していきます。先頭バッター出ました。カープノーアウトランナー一塁です。4番バッターキラ、前の打席ではタイムリーツーベースを放っています。ピッチャー高橋、ファーストランナースタート。キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。きっちり盗塁を決めてきました。これは厳しいコース決まっています。いいテンポで追い込んでますよね。簡単に追い込んでいます。低めいいところに持ってきましたが外れます。打ちました。ファースト取って一塁そのまま入ってアウト。さあここでやはり監督立ち上がって代打をコールしました。バッター岩本。小宮山さん、この場面いかがご覧になりますか。まあ、こういう場面で確実に点を取っておきたいですよね。
小宮山さん、この場面いかがご覧になりますか。まあ、こういう場面で確実に点を取っておきたいです。初球打ち、この打球は大きいぞ。サードランナータッチアップ、中継にボールが送られる。サードランナーがホームに帰ってきました。犠牲フライで得点を挙げています。ここはきっちりと最低限の仕事を果たしました。追加点が入りました。カープ6対3になりました。リプレイでご覧いただきましょう。ここで1点追加、犠牲フライでサードランナーが帰ってきました。打席には6番バッターそよぎ。今日はまだヒットがありません。マウンド上のピッチャー高橋、厳しいところに決まりました。ストライクです。引っ張った、ヒットになった。ツーアウトランナー一塁、代走が出ます。マウンド上のピッチャー高橋、打ちました。レフトに大きな打球、レフトをバックする、バックする、レフト深いところ破っていきました。2本目のヒットになります。今日2本目のツーベースヒット。バッターボックスは8番広瀬。今日は第1打席にヒットを放っています。ピッチャー高橋、球威はありましたがボールです。